それではピンアンソノさんの肩の動作の解説を行います。はい、ピンアンソノさん、よーいし、はい、まず宇宙系はしっかり脇の下から受け入れをします。この下の方から持ってきたりですね、しないか、両手をこう下げる人もいますが、きちんと脇の下から横にしっかり払ってください。で、宇宙系の拳の高さは肩の高さ、肘は直角になります。はい、えい、宇宙受け下段払い、これは中段宇宙受けと下段払いを同時に行います。このように脇を上げて大きくやらないようにしてください。必ず体の受ける必要な範囲で受けるようにしてください。はい、えい、えっ、振り向くと同時にこの輪、ここは受けますね。えい、六、七、はい、これはもろ手受けです。拳はやはり同じ肩の高さ、裏剣が下を向くようにします。えい、でも相手の攻撃を下に落として引き手をしっかり取って、それから抜き手を行います。アーチ、相手につかまれた、ね、自分の手がつかまれた、その手を引き抜いて、それから回転をして鉄槌で打ちます。この時の鉄槌も、肩よりも拳がやや下がる、その位置で打ちますね。立ち方は牙立ちになります。よっ、はい、エイチ、ゆっくりゆっくり構えますね。エイ、三、四、五、六、七、八、九、もう一回戻ってください。はい、足を引いて、はい、足がこの位置からずーっと寄せてきて、この位置まで一旦来ます。そこから回転をして牙立ちなんですね。もう一度よく見てください。えい、足を大きく大きく出して回転します。で、これは肘打ちと後ろに対する突きです。前の方に肘打ちをするというふうに習っている方もいるかもしれませんが、正しくは拳で相手の後ろを打ち、後ろの敵を打ちます。肘で相手の後ろを打ちます。自分の拳は耳の後ろに行くまで、突くようにしてください。で、次は、こちらの足で相手の足をかけるように、足をかけて横に飛んで、さらに肘打ち、後ろ突きを行います。はい、ジュー、はい、はい、直れ、ね、最後の動作ですね。これ肘打ちと後ろ突き、ここをしっかりやってください。前に肘打ちをやるわけではありません、間違えないでください。それでは後半後ろ向きになりますので、後ろ向きの動作で解説をしたいと思います。ここから、はい、前蹴りから牙立ちで、肘で相手の突きを受けます。えい、肘または前腕部で相手の攻撃を払うようにします。この時に体を前にかがめて、受ける人がいますが、あくまで体はまっすぐで腰のひねりでもって受けてください。この状態から裏剣を相手の顔面に打ち込みます。えい、このようになりますね。次にここからさらに前蹴りを蹴りますが、蹴るときに足を一旦踏み直さないで、この状態から、蹴るようにしてください。えっ、ね、蹴りながら足が前を向く、一旦前に絶対踏み直さない。これは他の方もそうですが、前に移動するときに一旦足を踏み直すことのないようにしてくださいね。はい、直って、はい、以上の部分が、大切なところです。しっかり守ってください。